皆さんこんばんは。フジモンです。信頼と実績の常です。何ですかそれ。そのまんまですよ。あ、そうですか。はい、はい、さあ今週も始まりましたワンズチャンネルでございます。ございます。ございます。こんばんワンズ。こんばんワンズ。こんばんワン。今日は声聞こえてますか。常です。お久しぶりです。え、本当に。はい、今日白白でちょっと色合っちゃってますね。ちょっと失敗した。ホワイティー。うわー、ちょっと違う色にすればよかった。はい、どうもです。ではですね、まずは、はい、ちょっと簡単にですね、はい、ワンズチャンネルを初めてご覧になられる方に、はい、こちらを常君紹介お願いします。はい、このね、ワンズチャンネルというのはパソコンパーツショップ大阪を拠点に構えます PC ワンズの公式ユーストリーム放送でございます。はい、その通りでございます。はい、PC パーツやその時の面白いパーツなどを私たち MC が実際に使ったりして、お客様にお伝えするという、ユーザーライクな生放送でございます。はい、はい、はい。でですね、まあ、その他にもですね、はい、ユーザー様からいただいた意見で、まあ、企画放送などをするんですけども、はい、まあ、先週がそれですね。先週がそれ、はい、はい、ね、CPU ファン以外の、はい、まあね、空冷とかっていう部分でやってみましたけど、はい、はい、クーレちゃん、ごめんなさい、冷却パーツですね。はい、では、PC ワンズのアクセスマップになっております。はい、さあ PC ワンズどこでしょう。はい、大阪の真ん中です。大阪の真ん中、はい、はい、大阪日本橋、真ん中、地下鉄恵比寿町駅の、はい、北にちょっと、はい、はい、行ったところになります。恵比寿町の駅、地下鉄恵比寿町の駅から、まあ、歩いて5分10分ってところですか。はい、そんな感じです。そして、PC ワンズの真裏にはエコワンズというね、中古の専門店がございます。はい、エコワンズですね、はい、もうおかげさまで元気に営業中です。はい、はい、そして、PC ワンズですね、充電サービスといたしましてさまざまな、はい、サービスをご用意しております。はい、はい、今回はですね、はい、ドット抜けですね。ちょっとこの間これあのキノコさんがね、お客様に質問を受けてたんですけども、はい、はい、この液晶モニタードット抜けを常くんから。はい、液晶モニターと切っては切れない関係のドット抜けですけれども、こちらの方もしあったら、追加料金を、お支払いいただきまして、こちらの方も保証させていただくというサービスでございます。そうですね、はい、はい、まあ、基本的にですね、まあ、液晶モニターのドット抜けっていうのはね、はい、まあ、メーカーさんあんまり対応してくれなかったりするんですけども、はい、まあ、1% とかって言われたら、まあ、1000万粒あったら100粒あっても対応してくれないですからね。そう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 、はい、でも100粒って大概ですけどね。大概ですけどね、はい、まあ、それでやっぱし気になる、1個でも気になるっていう方いらっしゃるあると思いますのでね、はい、まあ、液晶モニターそれぞれで、まあ、その保証金というか、まあ、追加料金違うんですけども、はい、まあ、ご加入いただければね、本当に、まあ、対応させていただいてるんで、はい、はい、ぜひですね、液晶モニターお買い求めになられる場合にはですね、このドット抜けサービスも、はい、ご参考に、ご参考にお願いします。はい、ASUS の液晶いいんですよ。うん、あ、常さんのせいで ASUS の IPS の液晶が気になるっていうコメントが。そうなんですよ、24インチというか、もう視野角すごい広くて、で、あの若者向けの色使い、うん、しかも使いやすい、うん、あのね、ASUS のモニター、うん、あの横にね、うん、あのちゃんとそのセンチごとにメモリがあるんですよ。お、あのメモリ、メモリ、メモリがついてる。え、出せるってやつじゃなくて、ついてるんですよ。お、この枠に、おうおう、ベゼルについてるんで、あのその画面の中の何センチかなっていうのは測ることができます。すごいですよ。そういう細かいところまで、はい、いや、もう実際に綺麗なんですよ。はい、で値段安い、うん、あの他のメーカーと同じような構成でしたら、視野角広くてさらに2000円3000円安い。ぜひちょっとワンズに来ていただいてみてください。左上の方に今23インチと24インチありますから、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、そして PC ワンズはですね、パーツ専門店になります。パーツ専門店といえばこれですね、やっぱこれね、フルカスタマイズ PC、 フルカスタマイズ PC、ね、もう自分だけのパソコンを組み立てる、これがやはり自作の楽しみだと思います。楽しみだと思います。はい、そのお手伝いをですね、私どもさせていただいております。させていただきます。はいね、パーツ自分で選びたいけど組み立てはちょっと難しそうだなっていう方はもう PC ワンズにお任せください。お任せくださいね、専門店だからできる組み立てね、
行ってますんで。行ってます。はい。では、あとですね、新サービスといたしまして、まあ、はい、こちらももうそろそろお馴染みになりますかね、ノートパソコンの SSD ハードディスク交換サービスになっております。便利便利。便利便利。ね、つねくんのノートパソコンもね、SSD に交換したりとかってしてましたけどね。そうですね。まあ、そういう、やはり交換っていうのは結構一手間、二手間、三手間、四手間かかるんですけども、はい、まあ、そのあたりを全部、ワンズが、やろうじゃないかと。やろうじゃないかと。はい、ただ、できないノートパソコンっていうのはどうしてもあります。もう、はい、本当にね、ちっちゃいやつで、こう、実はハードディスク積んでなかったとか、はい、そういうノートパソコンもありますので、はい。はい、まあ、このあたりはですね、まあ、その都度ご相談いただければと思うんですけども、はい、SSD、ハードディスク、まあ、ご購入いただいて、はい、で、なおかつ、プラスアルファの値段となっておりますので、はい、この辺もご注意ください。はい。はい。はい、ところで常さんのお家のモニターはということなんですけども、はい、大体4年ぐらい前に買った5年ぐらい前に買った LG の24インチと、うん、今デルの24インチこの2枚ですね、うんうんうん、あ、はい、2枚16対10で 1980×1200 を2枚ですね、うん、まあ知ってましたけどね、はい、はい、今前あのフジモンうちに来たんですよ、はい、ちょっとお邪魔したんですけどね、はい、でちょっと常くんのモニターはで出てるんですけどね、あの僕のモニター聞いてくれないんですね、まあいいや、はい、はい、で、まあ、今日のですね企画なんですけども、はい、まあ、本来は、ですね、ちょっとつねくんと僕の会っていうのはもうちょっと先でもいいんじゃないかなとね言ってたんですけども、つねくんが寂しい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 って言うから、ちょっとどこ向いてんの、どこ向いてんの、はい、まあまあ、それはね、そんなコムナーもございましたが、はい、もうザクッといきましょう、今回の企画はこちらになります。はい、ガンチャンネルもう79回ですよね、オレフル、そして新オレフル頂上決戦開始開始、ね、どんどん、はい、よー、はい、はい、どんなテンションだ、はい、ね、8月1日からですね、はい、まあ、当店の、メールですね、はい、なんだっけ、はい、配信メールなんだっけ、メールマガですね、あ、そうそうそう、ごめんなさい、はい、メールマガジン、PC ワンズのメールマガジンを、はい、皮切りにですね、はい、始まりました新オレフルというね、はい、はい、まあ、企画なんですけども、はい、まあ、今までのオレフル、そして、はい、新しく始まる新オレフル、はい、まあ、こちらの違いとですね、で、今後についてというところで今回はちょっと特集を組ませていただきました、はい、はい、ちょっと今回はですね、今回の放送なんですけども、ちょっとカメラマンがいましてですね、なんか常くんがもうちょこ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 カメラ目線になるんですけどもはい、それはもうカメラマンがいるんだなと思ってください、どっかのブログに上がるそうです、はい、すいませんあ、ごめん、フジモンチのモニターはありがとうございます、僕はアスウスじゃないんですはい、三菱のですね、ビセオですね、はい、ちょっとゲームのモニターね、高いんですはい、ね、もうちょっと当時10万した高いんですよ、はい、モニターですけども、まあそれをちょっとたまたまね、ゲットする方ができましたので、それを使って僕はモニター1個で遊んでます、はい、じゃあ行きましょう行きましょう、はい、はい、で、まずですね、おさらいです、監督お願いします、はい、オレフルってどんな企画ってね、はい、はい、オレフルはですね、当店にてフルカスタマイズ PC をご購入いただいたお客様を対象にですね、はい、PC ワンズの Facebook 上で、まあ、ご自身のパソコンをね自慢していただく企画となっておりました、なるほど、はい、はい、まあですね、下にこう注意点がありますように、はい、参加できる方に制限があったんですね、うん、まあ、あくまでワンズにてパーツを一式購入してから、そしてさらに、当店のセットアップ工場にてですね、はい、依頼をしていただいたお客様に限るという、はい、はい、まあ、ちょっとね、そういった部分で、結構敷居が高かったような感じなんですけども、はい、では続いてですね、今月から始まりました新オレフル、どういう企画か、はい、はい、こちら、ね、新オレフルってどんな企画っていうところなんですけども、はい、当店にて PC パーツ一式でのご購入、はい、あるいは組み替えなどのために一部パーツを除いたほぼ一式のご購入で OK と、つまり電源以外はワンズさんで買ったんですみたいな、でも OK ですね、お客様自身で組み立てをされたパソコンでも、当店でですねパーツを一定数
購入していれば誰でも参加できるというようなところで、でこの一定数なんですけども、はい、一応 PC ワンズにはですね、オールワンズ保証というのがあります。そうですね、はい、はい、オールワンズ保証、これ対象商品つね君からちょっと発表していただきましょう。そうですね、パソコンを、彩る6つのパーツですね、はい、CPU、はい、マザーボード、メモリ、ハードディスクか SSD、 電源ケース、光学ドライブ、7つになりましたね。 SSD とハードディスクで、え、グラフィックは、グラフィックカードはあの内蔵グ、マザーボード内蔵でありましたらそれは問題ございません、ないけども、はい、マザーボードに内蔵されてない、ね、例えば X79 のマザーとか、ね、はい、まあ、そのあたりはついてないんですけど、はい、出力ポートがついていないものは、まあ、グラフィックボードが必要と、はい、まあ、あくまでパソコンを、まあ、形成するパーツですね、はい、まあ、これが揃っている、はい、っていうことが、まあ、オールワンズ保証の、はい、ね、加入の大条件だったんですけども、はい、このうちのですね、はい、まあ、5つぐらい、5つぐらいあれば OK という、はい、お話をいただきました。なので、まあ、仮にねグラフィックボードは据え置きで、はい、ちょっと CPU マザーメモリーで、まあ、SSD って、であと電源変えたっていうのでも OK です。 OK です。なので、そんな形で本当に敷居が、はい、はい、で、コメントが、新しい芯じゃなくて誠の芯なんですね。そう、誠の芯なんですね。これね、なんでだろうって思ったんですけど、そう、なんでなんですかこれ、うん、意味ちょっとどうだと思います、これで、うん、なんなんでしょうね、うん、やっぱりその本当の意味っていう、そういった芯っていう意味なんでしょうかね。やっぱしそう、まあ、僕もね、ごめんなさい、正直そんな感じで、思ったんですけども、やっぱし自作の楽しみって自分が作ったりとかっていう部分なんですよね、はい、で、フルカスタマイズ、俺フルっていうのはやっぱし自分のこだわりとかもあると思います、はい、ね、それを、まあ、PC ワンズでセットアップした方じゃないと参加できないっていうのはないんじゃないかというようなご意見もね、うん、いただいてたんです、はい、だからそれに合わせての多分ね、これぞ真のっていうね、なるほど、その真で、はい、作ったんじゃないかと、まあ、はい、勝手な憶測ですけども、はい、はい、まあ、まさかとは思いますけども、そのネットスタッフにそういった名前の方がいらっしゃるとか、それともこちらワンズチャンネルの MC のフジモンの名前から取ったとか、そういうのではなくないと思いますけどね、はい、はい、はい、続いてですね、ごめんなさい、じゃあオレフルの参加について、はい、まあまあオレフルももちろん継続してます、はい、なので、オレフルの参加についてまず簡単にねご紹介させていただきます、はい、もうカメラ小僧うざい、はい、オレフルの応募、まあ、メールアドレスタイトルにですね、オレフル応募って書いてください、はい、そしてこのセールスアットバンズドット JP へメールをください、はい、でお送りいただくものとしては、パソコンの写真ですね、はい、はい、ちょっとアップにしますけども、はい、まず正面また斜め前方の写真ね、うん、そして右サイド、まあ、右サイド パネルを開けた状態、右サイドっていうのはあれですね、はい、配線とかが裏面配線だったら裏面配線、ね、裏面配線の、まあ、ちょっと古い構造のものでしたらバックパネルがあるはず、バックパネルが、はい、そうですね、で、まあ、左サイドに関してはやっぱし内部が見えるようにというようなところですね、はい、であと、まあ、お客様自身のお気に入りのショットですね、はい、はい、そしてですね、まあ、5番なんですけども、購入証明としてレシートもしくは販売伝票とあります、はい、これは、まあ、インターネットでご注文いただいた方っていうのはね、はい、まあ、わかるんですけども、うん、やっぱし店頭でもね、ごめんなさい組み立ててくださいっていうようなお客様いらっしゃいます、でそういった方はですね、まあ、データとしてごめんなさい管理ができないので、うん、まあ、レシートを送ってくださいというところですね、ね、あと、まあ、PC の構成であったりとか、はい、オレチェキ、オレチェキ、ね、自分自身で手に入れた、手を入れた箇所とか、うん、オレコメ、ね、こだわり点や自慢コメントなどをね、はい、まあ、記入して、はい、で、メールをいただきたいと、はい、いいですね、盛りだくさんですね、盛りだくさんですね、はい、で、まあ、もちろん特典としてはですね、はい、1000円分の限定クオカードをプレゼント、限定クオカードちょっとねあるんですよね、はい、あります、はい、そして、新オレフルの参加についてもちょっと軽く触れたいと思います、はい、はい、内容はほとんど一緒なんですけども、はい、新オレフル新
オレフル、オレフル、もうタイトルがね、はい、もう新オレフルです。ね、これ、ね、なんで分けてるかっていうと、掲載ページが違うので、はい、掲載ページが違います、はい、私どもで管理ができるようにちゃんとオレフルなのか新オレフルなのかを分けるために、はい、タイトル必ず変えてください、はい、そして、メールアドレスは一緒です。 sales@ones.jp ですね。です、こちらに、お送りください、はい、で、お送りいただくものは先ほどのオレフルと全く一緒です。です、で、まあ、購入証明のレシートは必ず必要になりますの で、はい、でただですね、これどうなんだろう、まあいいや、はい、ね、ほら、はい、この時には CPU とマザーだけ買って、はいはい、でちょっと数日後にメモリー買って、ね、はい、あるじゃん、はい、まあ、そういった方はそれだけ送ってくれたらいいのかな、どうなんだろうね、あ、こういうところに手を入れましたって書いてくださったらいいです、うん、一番最初の、ね、構成とで、あの、手を入れました、メモリー足しました、 CPU G530 から2600にしましたとか、ね、そういうのもいいかもしれないです、ね、はい、なので、まあ、あのワンズで購入したパーツを使っていれば本当に、あの、先ほども申しましたが新旧問わないので、はい、もう本当に自分自身のパーツを、ね、紹介するチャンスなんですけども、はい、はい、ではですね、実際、まあ、開始をしてどれだけ応募、あ、ごめんなさい、開始をした後ですね、はい、はい、こういった企画もございます、オレフルグランプリの開催、オレフルグランプリ、はい、これ楽しみなんですよね、楽しみなんですけどね、はい、はい、実際、まあ、どういう内容かと言いますと、はい、ご応募いただいた作品から、はい、ユーザー様の投票で、ベストオレフルを決める、はい、ね、オレフルグランプリを開催予定で、優勝者には豪華商品を用意と、豪華商品毎回申し上げておりますが、はい、まあ、毎回ね、豪華商品豪華商品言うてるんですけども、はい、で、いい加減ちょっとね、どうなんだろう、はい、というところでね、はい、私ちょっと直談判しました、社長に、はい、はい、当店鈴木社長にですね、はい、はい、ちょっと直談判をしてみたらですね、はい、まあ、まだはっきりと決まってないんですけども、はい、まあ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 、今のパーツで言えば、はい、そうですね、高いところで言ったら、はい、SSD128GB を3台分とか、電源で言ったら何、はい、ゴールドの750のやつがまあ 2,3 個変えちゃうような、 ST75FP だと5台分ぐらいとか、5台分ぐらいとか、まあ、ちょっと分かりづらいですね、まあ、PC ケースで言ったらコスモス2が 1.5 台、コスモス2が 1.5 台、 1.5 台分ぐらいとか、はい、まあ、分かりづらいです本当に、はい、まあ、グラフィックボード、分かりやすいグラフィックボードで言ったらもう GTX680、はい、の、まあ、ある一定ラインの部分ですね、はい、ぐらいのですよ、はい、まあ、はい、商品を用意すると、用意させていただきますということなんで、結構でかいです、結構でかいです、はい、なのでこれを機にですね、本当にオレフル、新オレフルご参加いただきたいんですけども、はい、です、はい、はい、現在の応募者数が以上の方になっております、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、オレフル部門からはね、12名様、そして、昨日開始だったのにかかわらずですね、はい、新オレフル部門にはもう3名の方、おお、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます、はい、ね、もう言いたくてたまんなかったですね、そう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 もう俺のを見てくれって感じだったんですよね、はい、俺の PC 見てくれでしょうか、ありがたいですけどね、はい、ありがたいです、やっぱり苦労してくんだら見せたいですよね、見せたいですよね、さらに、まあ、他の方はどういったパソコン組んでるんだろうなっていうのを見せていただきたいものでもありますよね、はい、はい、で、まあ、まだまだですね、応募はいただきたいんですけども、今 PC 組み立て中だから一通り終わったら応募するかなということですけども、ぜひお願いします、お願いいたしますね、本当にお願いします、はい、もう今まで組み立てた方とかも全然 OK ですよ。ね、はい、もしかしたら、椎茸さんとかね、はい、はい、ベスリンさんとかも参加してくれるかもしれない。はい、ね、ぜひぜひしてください。シーリムさんもそうですし。はい、まあ、そんな感じで、はい、勝手に言ってますけども。はい。はい、じゃあですね、まあ、せっかくなんで、はい、今までですね、ご応募いただいたお客様のですね、はい、まあ、紹介を、紹介をさせていただきたいのと、新しい。はい。で、あとですね、まあ、勝手ながら、はい、まあ、ご応募いただいた。はい。はい、こちらで、そっちで行きましょう、はい、はい、まあ、15名様ですね、こちらにバーってあるんですけども、はい、ちょっと、まあ、紹介をしつつですね、私フジモンとですね、はい、常君で、
はい、まあ、ここ良かったんじゃないっていうのをね、まあ、勝手にちょっと、ね、はいはい、適当にっていう言い方悪いですね、まあ、ざくばらんにちょっと評価をしてみようじゃないかと、はい、で、それをですね、やっぱりご参考にまた今後のオレフル、はい、新オレフル皆様もね、はい、評価するポイントであるとか、ね、そういった部分で、楽しんでいただけるんじゃないかなと、はい、ね、まあ、評価項目はまだ決まってないんで、はい、本当にざくばらんと行こうじゃないかと思っております。と、はい、いうところで、じゃあ、はい、行きましょう、行きましょう、はい、まずはですね、はい、青様からいきましょう。青様、ありがとうございます、はい、一番最初に、はい、ね、オレフルに参加いただいた青様でございます。はい、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、青様は、はい、来ました。こちらは来ました。ケースはハフ X ですね。もうこれかっこいいですよね。すでにすでにかっこいいです。でかいです。なんていうかあれですよね、ワニのうん、コーラみたいな、コーラじゃないですね、何のコーラ、鱗みたいな、はい、もうジョリジョリってなったらいたったみたいになりそうですよね。ちょっと全体また引いてみましょうか、はい、はい、横のアクリルパネル、そして、ね、大型ファンがつくという感じで、光らせても楽しい PC ケース、はいはい、PC の、ね、構成スペックに関しましては、はい、まあ、その当時ですね、はい、i7 の2600から、ね、CPU クーラーカブットとで、マザーがB3 の P67 プロセルアス6ですね。すごい、はい、でメインメモリーに関しても4ギガ2枚、はい、で、当時としてはまだ高かった SSD ハードディスク、おお、そしてもうブルーレイも入ってますよ。ブルーレイ、はい、ブルーレイ206ですね。パイオニア使ってますね、はい、でグラフィックボードも6870のチデリチューナーで、はい、Windows 7と、はいはい、で、配線としてはこのような形で、まあ、私どもが組まさせていただいたんですね、うん、はい、自慢の、はい、配線ですね。オレチキに関しては、はい、下段のダイレクトスロットを使えるようにしました。ダイレクトスロット、はい、で、ダイレクトスロットここ下の方部分かな、はい、で、こだわり点としてはでっかいケースがいいです。でっかいのは扱いやすいですからね、はい、で、まあ前面のファンも見た目もよく、録画で立ち上がった時に分かりやすいのもいいです、はい、そうですね、テレビチューナーついてましたからね、はい、で、省エネの死の字もないパソコンで録画というのをあれですか、気にしないというね、はい、いやでも 2600K の省エネ技術も結構すごいですから ね、 2600でしたね、すいません、はい、内部もこのようになっております、ね、うん、すっきりすっきり、カブトもね、あのちゃんとバランスがいい構成ですからね、はい、うん、結構すっきり、はい、ね、では、続きまして、続きまして、はい、続きまして、あの常君忘れないようにちゃんとあの評価ポイントつけてくださいね。で、続きましてごめんなさい、んーと青様の続いて、スーヤ様いきます。はい、スーヤ様ありがとうございます。スーヤ様のケースはこうしてみるとね、あ、クラシカルデザインのディファイン 3R3 ですね。ディファインいいんですよ、はい、いいですね、すごいいいんですよ、僕使ってます。静音も兼ねてのね、そう、静音も兼ねて、はい、とりあえず全部入りなんですよ、全部入りですね、はい、で横のね静音のねあの素材がねすごくいいんです。お、 PC 名これは愛をなくさないでというね、ユニコって読むでしょうか、ユニコ、ユニコ、おー、いい名前ですね。なんでこんな詩的なんですか。すごいポエミーじゃないですか。いやいやいや、いいじゃないですか。でもこれホワイトのね色と合ってると思いますね、はい、これ評価ポイント詩的って書いておきます。PC 構成に関しては、まあ、Core i7 の3820 X79 使ってますね、はい、はい、またプレクスターの PX128M3 であるとか、で、グラフィックも GB の 560Ti ですね、リネージ2のパッケージのモデル、はい、いい感じですね。内部はこんな形で、うん、ね、はい、ヒートパイプがね、たけたけしいですね、うん、この時のね、X79 もう本当にハイスペック、ね、ハイスペックですね、はい、で、オレチェキとしては、はい、ケース内を制圧にするため余っていた12センチファンをここですね、ここに追加したということですね、はい、近、はい、下ですね、はい、ファンコンで最低に絞ってるけどちゃんと回転してるよとか、はい、まあ、後ろの配線がこのようになっております、はい、これ実はねこのケースは裏面配線実は難しいんですよ。難しいですね、はい、ですがうちの技術であれば、はい、このようにこのように、はい、オレコメント姿勢は、メモリーがたくさん詰めてなるべくコストパフォーマンスが良い構成で選んだと
というところですね、はい、ちょうどいい具合ですよね、はい。まあ、思ってた以上に性能性が高かったということで、はい、やはりね、このクラシカルデザインの、ね、リファイン R3 のいいところが出たんじゃないでしょうか、はい、ね。で、初の SSD も高価壁面、はい、ごめんなさい読めませんでした、壁面ということで、拡張性も十分なので長く使っていきたいと思いますということで、十分なんですよこれ、はい、はい。で、これね僕笑ったんですけどね見てて、はい、お気に入りのショット、せっかく赤く光っているのにケース閉めたら見えないからこれっていうね、はい、そうなんですよ、ケース閉めたら見えないんですけど、そういうところがねちょっと僕、はい、ポイント高かったんですけども、そう X の9裏が光るやつもねよくあるんですけどね見えないですね、はい。さて、どんどんいきましょう、どんどんいきましょう、はい、だから実況と解説みたいですね、そうです、そうです、はい、俺全然ちょっと評価できてないの大丈夫、いやいやいや、僕が、はい、じゃあ常君にちょっと評価お願いしましょう、あ評価、はい、評価評価というかこれ、あやってます、はい、お願いします、はい、じゃあ、続いてスケ様の、スケ様、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、スケ様、ちょっとごめんなさいずらしますね、はい、はい、ありがとうございます、お、はい、なんだこのケースは、Z、来ました、 Z ですね、 Z9 プラス、はい、はい、ここからもうすでに定番の匂いがしますが、はい、まず CPU が i7 の 2700K、はいはい、そして ASUS の B8Z V Pro Gen3、ね、いい感じですね、で、まあ、こちらは SSD はないのと、はい、グラフィックボードが GT220、 おお、ほほほほ、これちゃんとしたコンセプトがあったからできたっていう、そうですね、はい、俺的、あごめんなさい、先に内部ですね、内部はこのような、ね、形で、はいはい、そして、俺的、ね、グラボを全 PC より移植したと、全、あ前の PC より、前の PC より移植した、はい、であとカードリーダーを追加しましたよ、はい、っていうところですね、で、うん、今後の俺チェキ予定として、はい、まあ、SSD 追加だったり、ハードディスク追加だったり、はい、グラボ、OS、はい、はい、あ、もうどうだったんですかね、その後、SSD 追加されたんでしょうかね、そうかね、見てたら、コメントをいただけたらいいなと思うんですけども、はい、まあ、また送っていただければな、ね、はい、SSD は、まあ、ISRT。インテルスマートレスポンステクノロジーですね、はい、こちらにしたかったということですね、はい、で、バトルフィールド3にするために交換予定というところ、うん、で、まあ、こだわり折れ込めですね、はい、自慢コメントとしては売れ筋の商品で固めてますが、はい、この構成にした理由が数が多く出回っているので、はい、やっぱしユーザーさんのレビューとかそういった情報が分かりやすいと、はい、うん、これはね、これはやっぱし策略家みたいな感じですね。そうですよね。素晴らしい考えです、これは。うん、お？今週も寝坊しました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、まだまだ全然大丈夫ですよ。はい、ね、そして内部がこのようにね。で、購入動機としては BTO パソコン購入予定でしたが、まあ、最終的にカスタマイズにしちゃいましたとね。で、お気に入りのショットとしてはこのやっぱし斜めから見た時のね、ファンがほんのり光る、そうですね、この部分、これはね Z9 プラスはもう 3箇所光りますからね、はい、はい、が気に入ってますというところですね、はい、さあ行きましょう行きましょう、もうちょっと全員紹介してたらあれですね、時間がなくなってしまいますのでごめんなさい、ちょっと、はい、省略させていただく部分も出てまいりましたが、はい、うん、すいません、続いてロマン様かな、これは LOMN、僕はロマンって勝手に読んだんですけども、はい、わかりませんね、はい、まあ、こちらの方ですね、来ました、はい、コルセア、はい、コルセアの、はい、カーバイダーカーバイド300ですね、はい、これはねいい、はい、ですよ、そして、今旬の i7-3770 に原産を使っての H77V のマザーですね、はい、これはもうしっかりコンセプトしてますね、コンセプトが、はい、はい、内部はこのようになっております、うん、はい、はい、ね、俺チキやりたい 3D ゲームができたら、グラボを増設予定です、今はもう使っていないということです ね、うん、いいですね、だから、うん、現時点ではもうオンボードというところですね、はい、いや、この考えはすごくいいですよ、はい、そして、まあ、裏面の配線はこのようになっておりましたというところですね、はい、はい、そして、俺コメ SSD 早くて最高ですと、
ね、うん、中身と値段からケースを決めたんですが、シンプルな前面で案外お気に入り、結構お気に入り、はい、そうですね、これシンプルで飽きのこないデザインですね、うんうん、写真だと配線つないだままなんですが裏に回しましたということですね、うん、はい、元気に動いておりますね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。さてさて、まあ、このような形でですね、オレフルの今ご紹介だったんですけども、まだいっぱいありますが、はいはい、ごめんなさい、ちょっと時間の都合でですね、はい、詳しくはまたこのワンズのフェイスブックで見ていただければと思うんですけども、はい、じゃあ、続いて、新オレフル、はい、新オレフルも3名いただいてますので、はい、あ、ごめんなさい、どこか、ちょっとでっかくしすぎて見づらいのでごめんなさい、はい、しばらくお待ちください、ちょっと待ってくださいね。いやー、カーバイドいいんすよ、はい、あの安くて、 安くてでしっかりした作りですからね、組みやすいです、シンプルなものはやっぱり組みやすいですね、あれ、はい、なんか変なこと言ったぞ、またあとアスースのモニターの話した方がいいですか、いや、もう、はい、あ、いいですか、はい、新オレフル、現在、まあ、3名ご応募いただいておりますが、はい、実はですね、この中に、はい、ね、まあ、いろいろな、はい、はい、ね、方も、いろんな方、はい、はい、ね、混じってるんですけども、はい、はい、いきましょう、はい、レイド様、うん、からの、と、来ましたね、新オレフルです、こっから新オレフルです、ご自身で組み立てた、新オレフル、はい、スペックとしては i7-3770S で、サミュエルの CPU クーラーですね、はい、で、ケースに関しては SST-SG07B、ですね、はい、で、あ、ごめんなさい、もうちょっとでかくということですね、失礼しました、はい、購入動機といたしましては、まあ、AMD の CPU ばっかり組んでたらしいんですけども、はい、アイビーブリッジ発売を機に、インテルでちょっと組んでみました、はい、で、大きすぎず小さすぎず適度な大きさで必要なものが全て入るようにしたということですね、このね、小さいケースで適度な大きさで考える方は素晴らしいです、はい、あんまり大きいのを無理こじつけようとしてもね、扱いにくいだけなんで、うん、はい、それを受注できる方こそパソコン上級者への道です、お、語りますね、はい、はい、そして、内部がこのようになっております、はい、綺麗ですね、はい、なかなかやまとまってますよね、はい、はい、そして、自身で手に入れた箇所というか、はい、折れチェキですね、はい、HD7850 だとケースに対してグラフィックボードが小さいため、はい、違 うケースに換装ということですね、はい、で、電源と CPU クーラーとクリアランス加工のために、CPU クーラーのファンを手持ちのビッグ手裏剣2の付属ファンのみ、うん、シャムスあサイスサミュエルに取り付けたと、はい、おうおお、7850、ちょうどいいサイズなんですよ、7850、はい、かわいいですね、うん、小さくてある程度何でもこなせるように構成を考えて制作したと、バッチリですね、ね、エクスペリエンス高っ、はい、ね、僕とあのフジモンのパソコン対決ぐらいのスペック出てますね、そうですね、出てますね、はい、はい、まあ、バイオスの設定とか変更せずに利用しているということなんですけども、はい、ね、こだわりのある一品じゃなかろうかと、はい、はい、まあ、だといただいておりますが、はい、また詳しくは Facebook 見ていただければと思います、続いていきましょう、続いて、はい、戻らない、続いてがタラちゃんフェニックス様のフルカスタマイズですね、はい、新オレフルになっております、ありがとうございます、はい、生活感が出てますね、はい、お、このケースはこれはあれですね、取り寄せ、取り寄せケース、はい、おお、にですね3930 i7 の3930使っていただいてます、 X79 エクストリーム9、おお、また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 いい感じですね、うん、はい、そして680も積んでるという、おお、もう最強 PC じゃないですか、なかなか、お、すごいですね、結構、しっかりとまとめ、この辺とかね、しっかりとまとめてるんじゃなかろうかと思います、で、一本の軸ね作ってそれに合わせるようにケース配線まとめてるところもいいんじゃなかろうかと、はい、私勝手にコメントしておりますが、オレチキメモリーファンを取り付けに金具を加工した、お、自身で金具を加工したんですね、はい、うん、
標準でついている 140mm ファンは、前面の吸気用に1個、はい、ケース内の風向き変更用についている専用ステアに1個取り付けして、背面排気と、はい、底面吸気用に、はい、2個、まあはい、ファンを増設した、増設したと、はいはい、おお、ご自身でこのあたり手を加えたということですね、いいですね、はい、そして、ゲーム用途にも使用と、ゲーム用途に使用しようと思っているのと、はい、まあマザーボードもサウンドカードが付いていた X79 の、はい、XM9 にしたということですね、うん、はい、もう自己満の世界で、お、中がすごい、さあこれは点数高いんじゃないですか、ね、メモリーのクーラーをつけてというところですね、これね、はい、うお、青く光っております、ね、まあ、これがやっぱし、地震でされるね醍醐味の一つじゃなかろうかと思います、はい、そして、もう一方ですね、はい、せっかくなのでオレフル3名、新オレフルは3名、ちょっともう全員紹介しましょう、はい、サイン様のフルカスタマイズいただいております、はい、ありがとうございます。これ来ました、このケース、 GForce オリジナルデザインの、はい、CM6902 プラス NVIDIA バージョンですね、はい、緑色なんすよ、はい、でも横にファンがないんですけれども、まあこの、あのケースであれば、はい、あのファン増設必要ないですね、うん、最初からもうモリモリな構成ですからね、モリモリ構成、はい、山影さんだそうです、名前、あ、山影さん、あ、失礼いたしました、サイン、ご本人様ありがとうございます、はい、でもすいません、サインって読んでしまいました、読んでしまいました、山影さんですね、はい、失礼いたしました、山影様で、はい、はい、CPU は Core i5 の3550、うん、ね、いいですね、はい、で、メモリーは16ギガ積んでるというところですね、16ギガで、 Z68 デラックス、デラックス、ね、はい、そして、SSD はこれはインテルですね。そうですね。はい、インテルの SSD と、はい、いうところで、お、結構いい感じでまとめてるんじゃないですか。シンプリー、これはあのうちのあのワンズスタッフ、工場スタッフも一番組みやすいケースと有名な CM6902 プラスですから、言えてました今。ね、CM6902 プラスですから、うん、はい。でも、いい感じでまたね、はい、こちらも個性のあって、ね、しっかりとまあこの辺でね、不要な部分をまとめてるっていう部分ですね。そうですね。ガッチリまとまなくても、あの余裕があるまとめ方であれば組みやすいですからね。はい。はい、そして、まあ、内部がこのようにですね。はい。はい、こだわり自慢コメントですね、はい。まあサイドがアクリルのため内部の LED が見て、うん、エラーなどが分かるようになってます。なるほど。ほうほうほう、これは大切ですね。で、SRT を試したかったために CD ドライブともにハードディスクを使い、キャッシュに SSD を利用していると。もう。ほう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 。で、テクニカルですね。はい。で、あえて、インテルの320シリーズにしたというところですね。まあ最新チップがあまりその時評判が良くなかったということですね。うん、はい。で、電源に関してはまあ、上面吸気にしてエアフロー対策をしていると、はい、これまた、はい、なかなかいいんじゃないかろうか、そうですね、裏面吸気はこだわりの一品です、うん、これはね、あの考えられてすごくいいと思いますね、はい、で、まあ、今回ね、ちょっとダダッと、ダダッと、せっかくなので紹介させていただきましたが、はい、まだまだですね、このような形でご応募いただきたいと思っております、はい、ね、オレフル、新オレフルともに、はい、もうどしどし、俺のパソコン見てくれよ、見てくれよ、ね、っていう方はもう、はい、ワンズでも本当にパーツ、ね、まあ、あのいくつかご購入いただいているということであれば、もう OK ですので、OK、はい、です、ね、1000円のクオカードもらえるチャンスです、はい、お出しいたします、ね、そしてうまくいけばグランプリになっちゃうかもしれないと、はい、ね、コスモス 1.5 個分ぐらいのそう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 、はい、ね、あるかもしれないので、ぜひぜひですね、この機会に、本当に参加しやすくなったと思いますので、はい、はい、ご応募のほどよろしくお願いいたします、もう一度ちょっとあの応募をですね、確認しておきましょう、はい、一回、メールアドレスだけですね、はい、はい、オレフル参加の方はオレフルと、メールタイトルオレフルとして、セールスアットワンズドット JP、はい、ね、セールスアットワンズドット JP、そして、はい、新オレフルの方は、はい、新オレフルとタイトルをしてください、はい、ね、そしてセールスアットワンズドット JP、ね、はい、こちらにお送りください、はい、はいはい、ワンズパーツ比率がどれほどのがいいのかわからないなとシールムさんから来てますけども、おう、どれ、はい、PC、メインパーツ6個中5個以上です、はい、はい、まあオールワンズのうちの5個と思ってください、はい、5個以上、 CPU、 マザーボード、メモリー、 SSD かハードディスク、光学ドライブ、電源ケース、
で電源ケースをまとめて、まとめては、はい、電源ケースまとめてのグラフィックなんで、はい、まあはい、これのうちの、まあ、そうそうそう5個以上ということで5個以上、はい、お願いいたします。お願いいたします。はい、はい、では、続いてのはい、おあごめんなさい、評価項目ですね、はい、はい、せっかくなんで、常くんが取っていただいた青様、スーヤ様、スケ様、あ、僕は勝手にロマン様と呼んでます、ロマン様、はい、そして、新オレフルからはもう3名様ですね、はい、はい、こちらの評価項目を発表していただきましょう、はい、ちょもう全部言ってたんですけどね、はい、あの青様は大きいケースで後で、組み替えやすいっていうところは評価項目になりますね、うん、あと兜とあのすごくバランスいいですね、はい、あちらの方は、はい、でスーヤ様、とにかくケースがいいです、うん、ケースがいいです、はい、ケースがいいですはい、であれでケースはあれ実は結構組みにくいんですけど、うん、しっかり組まれてるんでその技術力も評価できます。お、はい、そして名前がついてました、はい、ポエミーでした。ポエミーですね、そうですね、はいはい、それがいいです、はいはい、いやもう本当にそうじゃないですか、愛着も出るじゃないですかそうですね、愛着が出ると思います、はい、パソコンの名前なんていう、僕のパソコンの名前ですか、僕決めてないんですよね。あの PC 名はもうあの僕普段からそうなんですけども、もうマザーボードをそのまま入れてるんですよ。あ、そうなんですか。自分で分かるように。はい。うん、だから今は僕の PC 名は Z77 ファイタリティと。ああ、はい、ワイルドモンスターとかではない。ワイルドモンスターとかでは長いですね。なるほどですね。すみません。はい。で、スケ様ですけども、もう定番の高額パーツではなくって、うん、ちゃんとコストパフォーマンスの考えられた構成がとても評価できますね、はい、そして、うん、ちゃんと 3.5 にカードリーダーをつけてるっていうのがもう定番なんですけれども、うん、ちゃんとそのこだわりがあって僕は好きでしたね、はいはい、そしてロマン様、こちらもコンセプトがしっかりしてるものになりますね、うん、そして、まあ後から足せるっていうその未来性のある構成がいいですね、うんうんうん、最初からもういいものをガーンってつけるんじゃなくてその安いものからちょこちょこ足していくっていうのもパソコン その自作のうまみですからね、まあ楽しみですよね、はい、こういったところはすごく評価できますよ。意外にそれができなくて、うん、オーバースペックなものを買ってしまってちょっともったいないんじゃないかなっていう方もいらっしゃいますからね。そうですね、まあ、そのレベルアップした感じのね。そうですね、やっぱりテケテケテテテドラクエか、はい、はいはい、まあ言ったら最初に安いパーツを買っといてで、はい、自分でその CPU の力が上がったのを実感するっていうのも大切なんですよね、うん、そうですね、はい、ペンティアム4今使ってらっしゃる方でとりあえずセレロン G530 買ってください。その次に i7 買ってください。これでなんかすごく幸せになれますはい、はい、で余ったパーツはエコワンズでご販売ください。語るね。さあ行こう行こう行こう、はい、はい、そしてレイド様、はいはい、一つ、はい、サミュエラー、サミュエラー、サミュエルを使う人はこだわりありますよで、ちゃんとクリアランスがいいんですよ、あのサミュエラーは、はい、うんうん、で、もう本当に言わせていただくんですけども、あのケースでの素晴らしいクリアランスですね、うん、ああいったケースを組まれる方ついつい大きめの CPU クーラーつけちゃって入んないんだよみたいなことになりやすいんですけれども、いや素晴らしくうまい具合に入ってると思いますね。そうですね、はい、うまくまとめたと思います。はい、はい、そしてタラちゃんフェニックス様に関してなんですけども、はい、メモリークラービッカビカ、これいいですねメモリークラービッカビカ、はい、本当そうでしたね。もう手が全体的に青でしたからね。そうですね、もうそれにつきますはい、はい、次が、はい、山影様、山影様、はい、はい、横のアクリルパネルから、うん、ちゃんと LED を見れるようにするっていう、うん、そのコンセプトがね、素晴らしい、すごく素晴らしいなと思います、うん、まあ、パッと見すぐね、はい、なんで起動しないんだろうっていうのも、はい、ね、分かったりとかもしますね。クーラー動いてるかなみたいな、いいですね、それ眺めるだけで一日終わったりとかね、はい、するかもしれませんね、まあ、はい、勝手にですねこんな感じで評価項目つけてみましたけども、はい、本当に50で、まあ今、まあ見ていただく分については本当にね、お客様皆様で、はい、の視点でいいと思いますんでね、はい、それを考えながら、またこのオレフル、新オレフルのね応募作品も見ていただければと思います、はい、ぜひ、はい、そして参加をしてぜひ参加してください、はい、そして名前もつけてくださいはい、はい、では次はですね、こっち行っていいですか。はい、ではですね、はい、本日ですね、8月2日ですね、はい、まあ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 、はい、これですよ、これ、じゃじゃん、こっち、ね、はい、ドラゴンクエスト10、発売しました、ね、
何これドラクエって、はい、これ本じゃないですか。攻略本かい。はい、まあ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 ね、攻略本かい、はい、で、まああのいええー、まあドラクエ10は扱ってさすがに扱ってないですけども、扱ってないんかい、はい、まあドラクエ10はですね、いろいろと、はい、今までのね、ものと違って違う、はい、まあオンラインゲームになってるという部分と、またあのちょっとしたものが必要というところでですね、まあ、PC ワンズでもドラクエ10を遊ぶために必要なね、はいはい、製品を取り扱っておりますので、はい、まあ、そちらをね軽く紹介させていただこうと思っております。はい、はい、まずは、こちら、これから、はいはい、バッファローさんから発売されました無線 LAN ルーター新発売でございます。 450Mbps、はい、こちらの方は前からありましたけども、はい、ちょっとパッケージ新しくなりまして新しい機能がつきました AOSS2 といって、はい、まあ、こちらの方、セキュリティレベルが上がってさらにつなぎやすいという機能ですね。はい、はい、なんで、まあ、無線 LAN をっていうことなんですけども、はい、ドラクエってオンラインゲームだからです。はい、はい、オンラインゲームだからオンラインにつなぐためにね、この、はい、ね、動作検証済みの、ね、シールを、ね、貼ってます。シールを貼っております。はい、ね、まあ、こちらの方スピード速くて、はい、あの Wii の方にはオーバースペックになりますけど 450Mbps、うん、12,920円、ただ、これが高いなと思われるあなた、こちらの方いかがでしょうか。じゃじゃん、こちらも対応してます。じゃじゃんじゃじゃん、ドラゴンクエスト10ですね。はい、ね、はいはい、で、こちら 300Mbps、はい、こちら5,970円で、こちら受信機付きですね。こちら受信機、あのアンテナが立つタイプで受信感度もよろしいということですね。はい、バッファローさんといえばことはハイパワーでございますね。ハイパワーあると届きやすいということですね。はい、はい、これでも高いよ、あのパソコン用の受信機いらないよという方はこちらがおすすめでございます。はい、はい、バッファローさんです。家中隅々までハイビジョン快適と書かれておりますが、こちらもちろん、ドラゴンクエストを使っていただけます。もちろん Wii ですね。はい、はい、300Mbps11NGB、 そして、中のハブはギガ使ってます。はい、はい、3DS ももちろんいけますし、iPad、iPod などもいいんじゃないでしょうか。はい、お値段こちら4620円で、さらに USB ポートもついていますので、外付けのハードディスクなどつけちゃうのもいいんじゃなかろうかと思います。はい、はい、安い。はい、そして、ここからあの藤本がね、はい、言いたくてたまらないと。いえ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 、はい、はい、で、続いてですね、こちらです。画面切り替えいけますかね。はい、USB メモリー、ドラクエ10遊ぶためにはですね、16ギガ以上の USB メモリーが必要になります。こちらについてもですね、動作確認済みの商品ございましたので、ご用意させていただきました。はい、ね、16ギガです、バッファロー1090円、はい、お安くなりました。すみません、これ中身見えないようにしてて申し訳ない。申し訳ないです、ね。これは、はい、普通の USB ですね。はい、はい、USB2.0 のタイプですね。はい、はい、これ 16GB 以上が必要ですからね。そう、16GB 以上です。はい、そしてさらにこれが、まあ、ソニーさんですね。これ、はい、色が可愛い 16GB、はい、はい、こちらが2380円。はい、色は3色ありますね。黒、白、ピンクとね。はい、はい、黒ですね。黒あと白。はい、Wii では白が合うんじゃないでしょうか。はい、はい、そういった形でですね、まあ、PC ワンズでですね、まあ、こういった形で動作確認済みの商品につきましては、これからドラケー遊びたいという方のためにもですね、分かりやすくするために、はい、貼ってますので、はい、ぜひぜひですね、これを参考に、お買い求めいただければと思います。はい、でまたそれ以外の商品もね、分かり次第どんどん貼っていきますので、よろしくお願いします。はい、はい、では行きましょう。今が狙い目キャンペーン情報ですね。はい、では行きましょう。はい、アスースの夏だ自作 PC を始めようサマーキャンペーン開催中。はい、こちらですね、1000円2000円の値引きをさせていただいております。はい、こちら店頭では分かりやすくなってますしね。はい、はい、まあ、対象商品も分かれておりますのでご注意ください。これが8月17日までとなっております。はい、これね、本当、はい、お得ですよ。お得です。はい、うん、はい、で、続いて、アスロックのキャンペーンですね。はい、まだ続いてます。はい、お盆明けまでです。はい、こちらも1万5000円以上は2000円、はい、そして1万円以上は1000円ですね。はい、はい、続きまして AMD FX APU 体感キャンペーンも継続中。これ半年ぐらいになりますかね。ね、はい、でもお買い得に間違いないです。帰ってきましたね。大好評だったあのキャンペーンが復活したということで、はい、これ実は明日からです。
はい、明日からですが FX8150 をご購入いただいたら3000円オフと、はい、まあ、数量限定なんですけどもね、数量限定ですけども3000円、これはね、うん、すごいコストパフォーマンスだと思いますよ、うん、ね、どこにもね、はい、で期間がですね8月3日明日から、26日の、ね、はい、土曜日まで、はい、あ、じゃあサンデー、うん、サンデー日曜日、はい、はい、そうですね、までとなっております。はい、はい、続きまして、ラトックさんのですね、ディスプレイアダプターとモニター同時購入で1000キャッシュバックもまだ継続しております。こちら8月31日までとなっております。はい、はい、続いてななみちゃん、これね実はもうあと2個ぐらい、はい、もうちょっとごめんなさい、ここで出すのもどうかと思ったんですけども、もうなくなります、本当にもうなくなりますね、アルティメイト DSP 版の Windows 7アルティメイトをご購入いただいた方についてくるまとめななみのスイートメモリー、はい、レアディスク、はい、ね、いろんなところでね、ささやかれておりますけど、とんでもない情報量ですね。はい、はい、でももう本当にあと1個か2個しかないので、はい、はいはい、お願いします。はい、そして、始まりました、真夏の高額買取キャンペーンということですね。はい、はい、CPU、ハードディスク、マザーボード、グラフィックカード、上記に関しては買取金額が 10% アップ。お得。はい、そして、iPod、iPad、タブレット、タブレット PC も 10% アップ。お得、はい、お得、ただし、iPod、iPad などにつきました S ランク品は対象外とさせていただきます。はい、中古品ということですね。はい、で、下取りをしての、はい、分につきましては全商品が 10% アップ、はい、もう何でも 10% アップしますよと、まあ、S ランクはもちろん除外になるんですけども、はい、はい、まあ、本当にお得な高額買取のキャンペーンがまだまだ、はい、8月20日受付分まででございますけども、はい、開催しますので、はい、ぜひお売りになりたい方ですね、ワンズにお持ち込みよろしくお願いします。お願いします。はい、ではですね、ここまで来ましたらもう皆さんご存知よ、このコーナー行きましょう、ワンズチャンス。はい、先週ですね、はい、プレゼントとして、はい、ご用意させていただいたのはこちら、まずこちら、はい、 USB の扇風機、ピューピューピュー、涼風、涼風、つまり涼風ってことですかね、涼風ですね、はい、はい、まあ炭酸電池でも動くというね、はい、扇風機でございます。今こっそり見えたな、はい、はい、でこちら5名の方と、はい、そしてこちら、じゃーん、まあちょっとね、私吟じてみましたけどもね、どうだったんでしょうね、本当にもう嫌だな、うるさい、はい、オプテロンですね、はい、はい、3280、こちらを1名の方に、はい、ということでですね、はい、で今回は、CPU の、ね、レビュー必須になるので、はい、CPU がレビューできない方はね、もう除外ということでですね、はい、まあその方にも CPU が当たったらもう一回繰り直しということだったんですけども、はい、今回26名の方にご応募いただきました、ありがとうございます。で、ごめんなさい、まあ、ざっと見ていただくとですね、はい、C と書いていると、はい、が、CPU レビュー OK よっていうお客様ですね、はい、で、入っていない方は、まあ、レビューできないよっていう方になります。なのでもし抽選でですね、まあ、例えばですけども、7番の PC ケース山積み様に、はい、オプテロンが当たったとなった場合にはもう1回、抽選し直させていただきますので、その点ご了承くださいませ。はい、はい、ね、13番 USB 扇風機の羽を逆方向にくるくるすると手回し充電器に早変わり様、ね、熱いぜ日本様もいただいてます。そして7月中は扇風機で戦う裸の戦士様、かっこいいですね、僕断念しました、はい、なるほど。そして、常一緒にツーリン行こうぜあとゲンチャリ様、はい、行きましょう、お、本当ですか、はい、そして、キノコがつぼさ様、はい、うん、キノコですからつぼ、うん、で、オプテロン風呂敷もらったけども3280万円応募するぜワイルドだろう様、ワイルドですね、ワイルドですね、まあ以上26名の方にですね、はい、ご応募いただきました、はい、そして、今回はね、まあ常君と僕の、ね、セットなのでもう音してますけども、はい、今回ビンゴマシーンで行きたいと思います、はい、まず最初の5名は扇風機、はい、行きます、CPU は一番最後にします、はい、はい、では、扇風機5名を
スネ君お願いします。はい、かしこまりました。では、銀次、あ、回しますはい、ん、はい、扇風機欲しいとね、つぶやいてますね。はい、はい、鈴加瀬さん、じゃあ回します。いきましょう。はい、まずはドン、14番の、はい、若男アット大都会岡山様、おめでとうございます。やっぱり大都会ですよね、岡山はね。お、スネ君の実家。はい、でこうてーてーてーって言いますからね。お、はい、次が18番の、はい、バルク電源愛用者様、おめでとうございま す, いますそして次いきます。はいね、はい、17番、おお、すごい。はい、7月中は扇風機で戦う裸の戦士様、おめでとうございます。裸で戦ってください、この扇風機で。8月入ったね。あ、そっか、8月入ってしまった。あ、そっか。じゃあ一昨日からエアコン生活ですねはい、はい、次いきますそうだね、皆さんからツッコミもあったわはい、はい、そして4番目の方、こちら、どちら。2番、2番は肉番様、おめでとうございます。扇風機ラストかな。はい、最後の扇風機いきます。はい、ではこちら、じゃん、23番は、ごめんなさい、はい、切ったスイカが冷蔵庫に入らない様、おめでとうございます。もっと細かく切るんじゃ扇風機外れてしまいましたかねえ、もう、はい、はい、でもまだワンズではね、あの多数の扇風機扱いやってますからね、はい、サイズの扇風機980円おすすめですよ。僕はエヴァの扇風機おすすめですよ。はい、サイズの扇風機980円おすすめです。最後、はい、はい、いこう、オプテロン、あ、オプテロン、オプテロン、いきますよ。はい、ではオプテロンなんですけども、これは重複ありですか、はい、なしですか。入れますか。うん、重複あり、じゃあ入れちゃいますよ。じゃあ重複ありということなので、先ほど扇風機が当たった方にもし、ね、C のマークがついていて当たった場合はもうプレゼントしちゃいますと。しちゃいます、うん、いうところで今回ダブルチャンスということですね。はい、はい、ではいきます。じゃあ、結構混ぜてない。すいません。じゃあね、オプテロンは全員にチャンスがあります。全員にチャンスがありますね。さあ、これ混ざってない、もういいですか、もういいですか。じゃあ行きましょう。はい、行きまして、はい、はい、回します。さあ番号ドン、え、ちょっと待って、うん、あれ行ってはい、行って、はい、あー、やってやって、はい、18番なので、の、バルク電源愛用者様は C のマークがないということで、はい、振り直しです。はい、リトライ、リトライで、リトライです。もう一回ちょっと、まずマークね、リトライです、リトライ、もう一回、はい、いきますよ、いきます。さあ、はい、いきましょう。でけ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 、当たったのはでん、15番、たまご様、おめでとうございます。はい、こちら、ご当選者の方には来週月曜日までにこちら店舗スタッフからメールの方を送らせていただきます。こちら、またこちら1週間以内にね、ご返答いただけない場合はキャリーオーバーしてしまいますので、なるべく早めにご返答いただきますようにどうぞお願いいたします。お願いします。はいね、食べ物強いというコメントがありましたけども、そうですね、はい、まあまあまあ、運も実力のうちということで、チリも食えるでよくわからない、はい、行きましょう。
はい、ではですね、続いてクリームっていうかもしれませんね。あ、クリームっていうことですね。はい、はい、ワンズチャンネルに対してのご意見ご要望を下記のアドレスにて受け付けております。はい、ワンズチャンネル @ワンズ.jp、 ワンズチャンネル @ワンズ.jp のメールアドレスに、まあ、今回の放送に対してのご意見であるとか、あ、こんな企画やってほしいよとかね、ございましたらぜひぜひご応募ください。はい、ね、ゆうぞさんの意見がやっぱし、身近に感じてこそのワンズチャンネルだと思いますん です、ね、よろしくお願いいたします。特にフジモンがもう欲しくてたまらないそうです。そうですね、もう本当に僕皆さんの、ね、あのコメント全部読ませてもらってるんで、はい、ね、本当に欲しいです。はい、てな感じで、滑り込みは今日は、はい、ありますか。はい、はい、では滑り込みがあるということなので、滑り込み製品、さっといきましょう。はい、では、フジモンが言ってたんですけどこちら、はい、そうですね、限定数ですけども、入荷しました特価ね。なんだそれ。はい、6870です。6870がなんとこのお値段ですよ。11,280円、超特価ね。これ2枚買ってクロスファイヤーしたらとんでもない数字出ますよ。出ますね。ね、はい、私が以前もうガチガチに6850をしたもののね、そう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 、ちゃんといい商品ということになりますから、うん、はい、2万円でとんでもないスコア、そう、スコアが出せちゃうというね、はい、出せちゃう。はい、ただもう本当に数量限定なのでなくなってたらごめんなさいというところ。はい、はい、次行きましょう。はい、こちら監督が、はい、こちら、お、じゃん、面白いですよ。何これ、 3D ショットカム。 3D ショットカム、ほう、はい、これね 3D に映る、はい、ここレンズが2つありまして、1回撮ったらこのここで 2枚撮るんですね。 SD カードに保存するんですけど、はい、そして専用のレンズを使うと、なんとここに覗いてみると、あの、うん、実はあの 3D に見えると。おー、はい、これ実際に見たんですけど、ちょっとフジモンに見てもらいましょう。はい、おー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 ほう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 、はい、3D ですわ。 3D、 はい、 3D、 うん、そう、なんかあの意外に 3D っていう、うん、そんな、はい、面白いな。はい、こちら2450円。はい、これ実際面白くて、あの店頭でもこれ見ていただけるんで、よかったら来ていただいたら覗いてみてください。こんな感じで、はい、はい、うさちゃん、さっきのうさちゃんが、3D に見えます。ちょっとこのカメラじゃ何のあれわからないですけどね。はい、はい、モフモフ、はい、そして以上です。あ、以上です。はい、ではですね、今回の提供ですね、はい、はい、オプテロン提供いただきました AMD 日本 AMD 株式会社様、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でですね、まあ、次回のワンズチャンネルなんですけども、またちょっと、まあ、PC パーツなんですけども、まあ、パーツにまつわるちょっと夏らしいお話をというところで、ね、夏らしいお話。はい。というようなね、企画をね、用意しております。本当に多分ね、笑っていただけるような番組になると思いますんで。はい。まあ、はい、いつもそうなんじゃないでしょうか。そうですね。はい。はい。てな感じで、来週もですね、ごめんなさい。もう見飽きたかもしれないんですけども、私、フジモン、ね、担当させていただきますので、よろしくお願いします。はい。はい。では、つねくんから何かありますか？いや、みんな、自作やってるかい？ね、乗らないというのも一つの手ですね。はい、ハードですから猫の鳴き声が、おー、怖っ、こんなんあるかもしれないですね。にゃー言うてますよ、にゃー。はい、そんな感じで、またですね、ワンズチャンネル来週も9時から、はい、木曜日放送いたしますので、ぜひぜひお付き合いください。はい、ではまた来週、バイバイ。はい、また見てワンズ、みんな自作やってるかい。俺はやってるぜ、イエーイ。なんだそれ。なんだこれ、なんだこの番組、わからない。ね、やっぱスネ君はやってくれると思ってたけど、ね、やりますよ。やりますと思う。ですよね。はい。はい。